ザパイナップルボーイズは音楽プロデューサー上野義美が立ち上げた東京青山のキッズラジオステーションの企画により生まれた1980年代前半に活動した日本のロックバンドメジャーデビュー後は主にサーフホットロットミュージックを演奏した日本初のミニ FM 曲キッズラジオステーションから最初にデビューしたアーティスト以後オレンジシスターズ ココナッツ・ボーイズ、ユミ、アスカラがキッズ専属ミュージシャンとしてデビューしている。パイナップル・ボーイズのサウンドはベンチャーズに代表されるサーフ・インストがベースになっている。しかし、メンバー全員が生まれる前のサウンドであり、誰もサーフ・インストを聞いたことがなかったため、習得には相当の労力を要している。活動開始当初はギターの歪み禁止令、申請使用禁止令が出た。 作曲に関しても、単純なコード4つ以内で楽曲を作れなど、かなり無茶な制約もあった。活動初期はグヤトーンが、全面的に機材のサポートを行い、ギター、アンプ、各種エフェクターを提供した。キーボードは、ハモンド社から B-250 が提供された。移籍した、事務所では、比較的自由な音作りを許され、新生やギターの歪みも解禁された。 コードや編曲もモダンに変化し、フュージョン風の楽曲もあった。ありがとうございます。